はい、こんにちは。今日はまた妖怪メダルゼロを見つけたので追加購入してきました。今日はですね、1人1袋しか買えませんでしたので、それぞれ、固定メダル1袋と Z メダル1袋買ってきました。では早速当ててみます。まずはこちら固定メダルから当てていきます。はい、では1枚目。よし、はい。こちら。ん？なんだこれ。はい、座敷わらし。はい。はい、もう一枚。はい。あ、人魚ですね。はい。固定メダルはこの2つ。ノーマルでしたね、両方。では、次、Z メダルを当てます。では、いきまーす。1枚目。はい。お、なんだこれ。おにぎり侍。おにぎり持ってますね。なんかアンパンマンに出てきそうなキャラクターですね。はい、もう一枚。わ、なんだこれ。はい、人任せ人。はい、以上、ノーマルメダルばっかでしたね、今日は。では、以上、今日出たのは、この4枚、見えるかな？この4枚です。油が、向きがむちゃくちゃですね。はい。Z メダルが、おにぎり侍と人任せ人。で、固定メダルが座敷わらしと人魚。以上です。はい。では、ご視聴ありがとうございました。